手前のの部分。北川基草町、類樹金星風俗誌、元名森貞田万光犬走りとは、柿と溝の間や土手の斜面に設けられた細長い通路や平地部分。犬が通れるくらいの幅しかない道という意味合いから、呼ばれる。築地とその外側の溝との間に設けられた平地を、言う。狭いものは、犬走り、広いものは、地という。城の石垣や土塁と、 堀の間に設けられた狭い空き地を言う。彦根城、岸和田城など多くの城で見られる。また、石垣を持たない城の土塁の上に、咲く、兵が築かれている場合、咲く、兵の外側に狭く残された土塁上面も、犬走りと呼ばれる。敵に侵入の足掛かりを与えてしまうなど、防御の面からは、決して有利とは言えない構造だが、石垣。 土塁の崩落を防ぐための構造的理由で設けられたという見方がある。なお、石垣、土塁の内側に設けられた象形は、武者走りと呼ばれ、若松城などに類型が見られる。沖縄のグすクに見られる石垣天面の通路も、犬走りと呼ばれる。河川堤防の断面図。図中のが、犬走りと呼ばれる部位。土手、堤防などの傾斜上に設けられた平地。 土砂の流入を防ぎ、監視員の歩行路ともなる。また、ダムの形式の一つである、ロックフィルダムやアースダムの中原にも犬走りは設けられていて、ダムの管理用通路として、自動車も通行している。この場合は、緩やかなつづ折織りとなっていることが多い。なお、ダムの管理用通路の名称には、キャットウォークと呼ばれるものもある。鉄道の線路における犬走りは、 路盤の上面、つ線路と同水準に設置され、保線作業員の通路などに使われる。コンビニエンスストアの犬走り建物の軒下の外壁周辺部を砂利敷やコンクリートを打ったもの、構造物保護のために設けられる。ハット状に採用された忍者の知恵。ありがとうございます。